なんだなんだ。ん？あ、できた。うん。投稿できた。こんばんは、皆さん。元気ですか？願いです。願いはちょっと。元気です。元気。願いはちょっとから止まってしまった。うん、元気ですか。願いちゃんお花が似合うね。おお、ありがとうございます。こんばんは。ファンの方からいただいた服です。イエイ。何のフリーズ？いや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 。今日はあれですよ、ママ買い物行ってたよね。そうだよね。ちょっと明日から私大忙しでございまして、本当に大忙しでございまして、自分の中で勝手にね、仕事とかプライベートというかちょっと自主練の大忙しでございますので、配信ができるかわからないのと、組み立てるその何の曲と何の曲先に覚えようみたいな組み立てをちょっと今しておりますので、ちょっと落ち着いた状態ですね。まだプライベート感が抜けてない。今日はお母さんと一緒に、お母さん、おママと一緒にマック初デパ、いや、女性の方は分かると思う、分からない方もいるかな、デパートコスメイコールデパコスというちょっと高めの高めのTGC のレッスンもあるんでしょう。まあね、頑張っていきます。マックっていう、こっちじゃない、こっちのマークじゃなくて、化粧品の方の海外のマックっていうデパートコスメって言ったら普通のコスメがキャンメイクとか、チフレがプチプラっていうやつなんですけど、デパコスって言ったら皆さん聞いたことあるかな、 RMK とかイブ・サンローランとかシャネルとか、そこがデパートコスメなんですけど、マックっていうのは化粧品のやつで、自分へのクリスマスプレゼントでちょっとずっと憧れてたデパートコスメのマックのリップを買いに行きました。それでリップを買ってフルメイクをしてもらったので、今日は私自分の顔をメイクしてないです。そうなんです。プロのメイクさんにメイクしてもらった顔、プロの方にメイク、フルメイク、肌から全部してもらった顔でございます。やってみてくださいって言ったので、なんか眉毛とかも頑張って変えたんですけど、何色、パウダーリップっていうホットチリみたいな感じで、色をね店員さんにどれが似合いますかっていうので聞いたら、オレンジか赤で迷ってたんですけど、なんか赤をおすすめされた、これが一番似合うって言ってくださって、なんか一番なんかずっと働いてる方に赤が似合うっていうので、ホットチリみたいな美味しそうな名前のリップと、薄いアイシャドウ、化粧ここについてる薄めのキラキラした茶色のアイシャドウを買いました。高かった高かったんですけど、テクニック教えてもらいました。テクニック教えてもらいました。ピンクが似合うと思うな。それよく言われるんですよ、多分ね、ファンの方ね、赤いリップとかがあんま好きじゃない方多いと思うんですけど、これに限ってはもう仕方ないんですよね。私赤が好きなんですけど、肌の色が人それぞれあってね、
診断カラーっていうのがあって、診断してもらうんですよ、お店とか、うん、今でもアプリとかでもできるんですけど、そしたら肌の色によって口紅の色を真反対の色とかを選んじゃうとすごい浮き出るんですよね。その人の顔の個性を潰してしまうから、その肌に合ったリップを選んだり、いいリップを、いいリップとかいいアイシャドウとかいいファンデーションとか選ぶために測るものなんですけど、私はイエローベースっていうことで、赤茶色、赤、オレンジ系が似合うので、パあの例えばなんて言ったらいいの、ピンク系が何とも似合わないんですよ。チークなら、薄いチークとかなら似合うんですけど、どちらかというと赤茶色とかが似合うので、そうなんです。だからね、化粧品の方とか一発で分かるんですよね、これ、うん、なので私は赤が似合うって、そう、ね、ピンク、そう、ピンクが欲しかったんですよ。でも似合わなかった、やっぱり、うん、なんか赤かベージュって言われて、うん、やっぱ赤が似合いますねって言ってこれになったっていう。浮いちゃうよね。そうなんですよ、私はイエローベースよりのブルーベースなので、半々なんです色が、うん、だからちょっと白いし、でもちょっと黄色みがあるっていうので、本当に選ぶの大変だったっていうね。浮いちゃうんですよ、めっちゃめっちゃブワーって調べました。そう、皆さん元気ですか？全然話変わってきた。女性目線と男性目線とは違うのかな。まあね、強気な女性のイメージがあるよね、赤って。うん、今なんか赤色が流行ってるから赤をつけてる人もいるけど、全く真反対で なんかねあれね、うん、パーソナルカラーでつけてる人とかもいるから、そこが時代の流れが難しいってやつですね。ファンデーションも調べた、調べました。だからこの色になった。もうちょっと肌荒れてるからちょっとごめんなさい。ポポンポポンポポン。まアイドルってあれですよね、ピンクのイメージだもんね。確かに言われてみればそうかもしれないけど、肌白いね。いや、そう、イエローベースだからそんなことはない。でも夜になると私肌が白くなるんです。寒くなったりすると一気にふわーって、なんかヴァンパイアみたい。ヴァンパイアです。ヴァンパイアだ。私の好きなアイズワンの曲でもヴァンパイアという曲があります。チーズ割れる。加入当初は焼けてたよね。加入当初は焼けてました。そう、なんでこんなに白くなったんだろう。家に体育とか私受けなくなったからだと思います。そうだよね、光の加減で白く見えるのもありますよ。ニンニク食べれる。ニンニク大好き。ニンニク大好き。皆さん分からない人、ニンニク嫌いな方には申し訳ないけど、ニンニクって本当に美味しいんですよ。十字架苦手。十字架普通に苦手じゃないですね。ネックレスとか持ってるし、本当に好きなんです私。ニンニク、ニンニクはもう焼肉にも必須じゃないですか。やっぱり餃子にもニンニクが入ってた方が美味しいですし、ラーメンにもニンニクっていいじゃないですか。もうニンニクって感じです。食欲がやっちゃう。そう、元気にもなるしね。ニンニク好き。ニンニクと結婚しようかな。ニンニク願いっていうのやろうかな。ニンニクでいきなりソース。ちゃんとね、ニンニク食べた時はね、ブレスケア飲んで歯磨きして、うん、ガム噛んでしてるので。ニンニクチューブと固形どっちが好きとかある？固形が美味しいよね。チューブはチューブだけど、うん、すりおろしも美味しいけどね。その場ですりおろし、うん、ペペロンチーノ好き。めっちゃ好き。牛乳と野菜ジュースって対策してる。うおお、ニンニクの芽は食べる。美味しいよね、ニンニクの芽。美味しい美味しい。
ごめんなさい。しゃっくりやろ。しゃっくりしちゃう。クリスチャングーって言うから我慢したんやな。いいよしゃっくりぐらいは。すいません。ありがとうございます。ニンニク苦手だ。ニンニク苦手な人もいるよね。餃子とかニンニク抜きとか王将にあるから、王将の餃子美味しいのでニンニク抜きのやつを食べてみてください。勝手に王将を宣伝するって、なかなか怒られる。でも大阪は王将が多いけど、うん、名古屋はあまりないね。王将取りないと思った、うん、もうなんか私があの大阪に住んでるところ、私の地域だけか分かるんですけど、車で走ったらもうところどころ王将があって、何食べるって迷ったら私たちの家はびっくりドンキーか王将に行ってたんですよ、うん、全然見かけないから名古屋では、うん、でも絶対めっちゃ混んでるんですよ、うん、王将で。大阪の王将っていっぱいお店があるから王将並んでないんですよね、うん、めっちゃ並んでるよね王将。びっくりした、なんでこんな王将でこんな並んでるのみたいな、うん、高級レストランのみんな並んでるやんと思って、うん、ちょっと私はそこにびっくりしました。ねえ、あんな私びっくりしましたもん。なんか帰りなんかな、え、うん、なんかどこ行くって言ったら、やっぱり大阪、あの私たちが住んでた感覚で、あの王将行こうやって家族でなって、パパとかママとかで、うん、王将え、めっちゃ並んでるやんってみんななってるんだ、うん、こんな並んでんのみたいな。え、もう席全員座ってるし、街の、うん、なんかね、書くやつあるし、うん、何これと思って、こんな大阪住んでた時やったことないと思って、王将で、うん、やっぱ地域によって多い少ないがあるんですよね、うん、美味しい。あれチューリップも美味しいし、ご飯の話ばっかりしてるけど最近そんなに食べないようにしてる。いつも王将で餃子何食べる？餃子？ニンニク抜き餃子。次の日に仕事とか公演だったらニンニク抜き餃子を食べます。ニンニク入ってない。うちの市には1点しかありません、うん、うち願いたちが住んでるさ大阪のさ、まあうん、あの私たち田舎マックがあるみたいに、マックがある、マックやスタバ並みにある。名古屋で言ったら、うん、あの、うん、タピオカ屋さん増えてきたでしょ、あれみたいに大阪ね、うん、あの王将がてんてんとんとんとんってあるんです。餃子は何つけるの？餃子何？タレやね、王将のタレですよ、うん、物足りなくない？ニンニク抜き。そうなんですよ、でも美味しいんですけど、やっぱニンニク食べたくなるんですけど、やっぱ王将行ったらニンニクじゃないや、餃子食べないとっていう気持ちなんですよ。店によってセットとか違いますよね。そうなん？肉餃子、うん、チューリップも美味しいし、極王チャーハンが好きです私、うん、あのね、エビ入ってるやん、うん、カロリー高いと思う絶対。でも極王チャーハンパパと分けて食べるのが好きだし、王将のラーメンをちっちゃいサイズで頼むんです。この間ちょっと前ね、ママとねねぴょんと一緒に、餃子作ったよね。餃子作った、これぐらいのね、ちっちゃいねラーメンが頼めるんです、王将って。ミニサイズで、それを1個頼んだらちょうどいい、ちっちゃめの子供用ぐらいのサイズと、唐揚げみんなで頼んで食べたりするやつにはとっておきなので、皆さんぜひラーメン食べたいな、そうジャストサイズを頼んで食べてみてください。はい、まあね、私は相模推ですよ。相模推なんで、まあね、私は大阪で相模さんを見かけたことがなかったから、ママあった？なかったから。でもパパはあった、パパはあったら、パパはいろんなところ行かない、車にブブーンつって、そう、相模さん見たことなかったから、大阪の方、あの私は王将の方が詳しい、うん、けど相模さんも同じぐらい好きなんですよ、うん、手羽先とお刺身とポテトと、あとお子様、うん、アイス、うん、めっちゃ美味しいですから皆さん絶対食べてみてください。
お子様アイス、あれちょうどいい甘さのアイスなんで。ポテト食べたことないわ。願い、あれや、願いがいたのあれやわ、タコ、タコのやつ。ポテト食べたわこの前。食べたじゃん。もういろんな、おいしいおいしい。お腹すいた。私はもう5時台に食べました。ちょっとね、あの痩せるために、痩せるために早めに食べてます。量も結構そうあるよね、さがみさん。デザートも和食系で大人の方が好きそうなやつ。願いの夕食は春雨スープとおにぎりと、いちご、春雨スープのこのカップのやつとおにぎりといちご、美味しかった。お昼がすき焼き。お昼がすき焼きです。本当願いちゃん見習うわ、食べすぎる。いや、食べ過ぎぐらいがいいんじゃないんでしょうか。私はちょっとランウェイも控えてますし、皆さんのおかげで出れる。もうちょっと体重落としときたいなと思って、お正月とかにご飯食べるためにも余分に落とそうかなと思って。もともとダイエットしてたので、ん？5時から5時から6時までの間に食べると太りにくいんですよ。だから10時とか11時とかに食べると本当に魔の時間、危ないよ。私は12時とかに絶対食べないようにしてる。お茶、お腹空いたらみかん。韓国から来てくださる方がいる。どこに書いてくれさってる？これちょっと流れ遅いんや、 iPad だから。どこかな。腹8分もいかんかったけど、満腹はね危ないっていうね。みかん糖分結構ありそう。いや、糖分も制限必要ですけど、果物はね、でもみかんが一番危ないんですけど、その順序く食べないから。まだ筋トレしてる。筋トレをすると私は逆に体重が落ちにくくなりました。そう、あと足を痩せたいんですけど、足が太くなっちゃうから、私はお腹だけふっ ってお腹に力入れるのをずっとやってるだけかな。腹筋はいいんですけど、あ、腹筋になるんですよ、こうやってやると。ここに力入れる。バナナ、私あんまり好きじゃないの。バナナ、今までで効果あったやつは？どうだろう、ダイエットの効果。そんなに私成果出せてないから、まだ。なんだろう、ちゃんと食べること。断食をしないこと。食べるものは、ママの食べ物を食べる。だからアイス、タピオカ、外のコンビニの何々とか絶対食べないんですよ。食べるときは食べるよ、それ時間なくて買って食べるとかあるけど、それぐらいかな。踊ったら痩せますか？踊ってもあんまり痩せないですよ。ね、食べたものを消費するのはすごい大変なんですよ。そう、一日中踊っていないといけないですよ。パッケージのカロリー表示を見ちゃう。見ます。見ますね。栄養はね、お母さんがご飯作ってくれてるんで、栄養はお母さん考えてるし、カロリーも考えてくれてるし、
ささみ使ったり胸肉使ったりでお肉使う時も全部考えて してくれてるんですよ。体幹トレーニング、うん、あるよ。あのどっかに通ったとかじゃなくて、あるある。スタイルいいしよきまるです、ありがとうございます。ママさん偉いやって。いやそんなことないですよ。どうしても食べたい時に食べていいものを教えてください。どうしてもピーナッツ、ピーナッツとアーモンドは油が多いんですけど、どちらにせよでも食べ過ぎが一番注意なんですけど、いい油だからピーナッツを食べるといいですね、うん、甘いピーナッツが食べたくなったり甘いアーモンドが食べたくなったら、ローソンに売ってる糖質制限されてるあのやつとか、こんにゃく一丁使ったなんかこんにゃくチップスとかが売ってるんで、それを食べてください。でも毎日食べるとそれはもうただのお菓子になってしまうので、うん、本当にお腹空いた時だけ食べます。それか私は寝ます、寝ては捨てる。寝るのが一番、あの本当に夜更かしすると太りやすいっていうのだけ私は伝えます。だって本当に私も一時期すっごいなんか毎日公演で毎日いろんなものって毎日すごい覚えるのに大変だった時は本当に食欲旺盛になっちゃった。もやしとネギ美味しいですよね。白湯飲むといいよね。白湯苦手だった。なんかダンスして痩せれますか。どうだろう、筋肉はつくと思いますよ。私も昔より筋肉はつきました。でも食べた分だけ動くってなるとてっちゃ大変っていうことは私も習いました。なんかあの食べた分だけ踊ればいいやとか思ってたんですけど、もう全然ダメ、そんなのダメだった。私の体質だけかもしれないけど、すごい大変すごい大変。この光で眠たくなりそう。腰が痛い。前乗りしてると腰が痛くなる。意外と楽しそう。楽しいですよ、皆さんとお話してるからね。眠くなっちゃうこの距離感。あ、じゃあママの携帯貸して、ギフトよ。ありがとう。ギフト読んでいきます。ちょっと私まだこれ入れてないんですよ。ちょっと新しい携帯にして、鈴木さんがアイス、リンリン丸さんがだるま、ハートなおちゃんさんがハート、鈴木さんがクマ、トラビシアさんがフクロウ、クリスマスプレゼント、フクさんがハート、ゆうきさんがハート、しげさんがクマ、鈴木さんが似合う、しげさんが似合う、クマなるさんがクマ、しげさんがクマ、なんだ、クリスマスプレゼント、なべかずさんがクマ、ムーさんがハート、鈴木さんがいいね、タコ、ハート、だるまです。ありがとうございます。皆さん、あ、スマホ直ってるんですけど、まだアプリのね URL とかを聞けてないんで、ちょっとお待ちを。直ってますよ、ちゃんと入れれるんですけどね。順位読んでいきたいと思います。まーすまーす、ライブランキング20位からタラララン。20位クリリンさん、19位マークスさん、18位鈴鳥さん、17位ブラフアネックさん、16位かえちゃんさん、15位おっぱさらへさん、
14位ハタシャワオさん、13位メタ太郎さん、12位ワッキーさん、11位永平さん、ランク E さん、永平ではないなこれ、ランク E さん、10位せいちゃんさん、9位なおちゃんさん、8位トラベシアさん、7位鈴木さん、6位りんりん丸さん、5位カズさん、4位ダーパンさん、3位コンノさん、2位 S さん、1位しげさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。明日から私ちょっといろいろ自主練とかが一番ちょっとしないといけない時期にピューンと突入してしまうので配信ができないと思うんですけど、申し訳ないです。はい、私は毎日アイドルをしてないのでできる時にやるのでお許しを。それでは明日もできるかもしれないけど、できない関係で思っていてくださったら嬉しいです。それでは皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ぶち切りになるまで喋ろう。そうだよ。あ、韓国のファンの方、あんにょん、あんにょん、さらへよ。ファンの皆さんお疲れ様です。今日も一日お疲れ様でした。ちゃんと寝てね。私はこの2キロを直さないといけない。まだ3分あるって、うん、ちょっと乗ってたらし体が疲れちゃうわ。ここら辺、ここら辺痛くなる。ここがね、マグマの、うん、さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。マグマの回路めっちゃ暑いらしいですけど、今年は暑いって感じ。こたつですよ。こたつです。カイラちょうだい。はい、あげる。あ、届かない。君の手間で届かない。いえいえ、こちらこそありがとうございました。長持ちするらしいですよ。お疲れ様です。落ちた。ね、ぴょんがサムサム言うから激熱いやつを。普通、めっちゃ普通。なんで、なんでマグマじゃない、こんな。マグマ、マグマに謝った方がいいと思う。マグマ怒ってるよ。マグマって書いた。マグマって名前使っとるのに全然熱くないやんけって言われちゃう。間違ったからかな。外で使うから。じゃあお疲れ様でした。あと2分だね。皆さんインスタグラム見てくださいましたか？更新しました。昨日ストーリーにも挑戦してみましたよ。どうですか？いっぱい、あ、いいねしとこう。いいね。お花の写真を載っけました。昨日はアプリで遊んだやつ、うんうん、やつ、携帯のこのカメラ、うん、ぜひコメントしてね、いいねしてね。いいねしに行くから、できたら。1902人の方ありがとうございました。もういつ終わるかちょっとハラハラしてる。59分だ。あと1分で終わっちゃう。皆さんお疲れ様。うん、ありがとう。みんな。